年取れば取るほど時間感覚短くなっていくらしい。身長も短そうやけどな。短いね。変わり映えない毎日送ってるから。29歳ぐらいでぽっくり死にそうやもん。やめてー、本当にそうなるから家から出ないと。リングフィットアドベンチャーはじゃない、ほこりかぶってる最近やった運動は散歩。散歩、散歩してゲーセン行って、何分ぐらい。あ、ゲーセン行くんや。うん、あれも結構ね、トータルで50分ぐらい歩いたの。へえ。で、それに加えて、あの、ゲーセンに行って、あの、マイマイっていう上半身鍛えるゲームやったら。やめてください、その上半身鍛えるみたいな。いや、ほんと、事実なんで。よく言うようにしないでください。いや、ほんとなんで。あなたはゲームしろだけです。いや、それ、マリオカードやって、指鍛えてますって言ってるのと一緒やからね。うん、いや、あのね、マジで違うから。いや、まあでも、音ゲームはやばいとは聞くけどね。うん。いや、あの、本当に、だって、マリカは指しか使わないじゃん、指で。まあね。前々は、あの、なんていうかな。膝で全体使うんで。膝も使う。あ、なんなら膝も使う、普通に。ああ。やのに、そんな、細いの。細い。なぜ？最近もう、細すぎて血管が浮いてるんだよ、足。怖いわ、ちょっと肌焼いてきて。肌焼いても、いやでも嫌やな、細身で焼けてる方が嫌やな。いや、僕の今の肌が日焼けに耐えるかどうかっていう問題はあるよ耐えないかもしれないから。耐えないかもしれないね、確かに。寒さすぎてびっくりする運動させないな。うん、まあ機会があれば運動オフをね、比較しとくわ。また機会があれば。